皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は公立の中高一貫校である県立清水南高校中等部の学校説明会のお知らせです。学校説明会の日時、開催日時は4月の23日の日曜日、午前の部と午後の部があって、どちらも会場が違うのね。ここら辺はちょっと気をつけてください。午前の部は10時から11時30分、会場は清水テレサ、静岡市の清水区にあります。そして午後の部は2時30分から4時、富士のロゼシアター富士にある会場です。受付は各会場30分前から行うそうです。そして内容ですが、まず教師による学校の説明、次に生徒による学校の紹介、そして最後に体験授業、このようになっていました。申し込みは不要で、直接会場に行けば良いということです。今回は県立清水南高校の中等部学校説明会のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。